今日も動画を見に来ていただきありがとうございますビジネスライフを豊かにするマザーファースカレッジ代表の山崎大輔です、えー、このチャンネルでは皆さんのビジネスライフをかっこよくしなやかにそして豊かにしてくれるようなそんなアイテムを紹介していきます、えー、今日紹介したいのはですね前回に引き続いてこちらチョコレートなんですけれども、えー、また新しいチョコレートを紹介したいと思いますこちらです インドネシアオリジンズというチョコレートなんですけれども、えー、マザーハウスの食ブランドリトルマザーハウスから2月5日に発売になったチョコレートですでこのチョコレートイラストがねすごく特徴的だと思うんですけれどもカシューナッツとそしてですね、えー、下がカカオになっていますでこれ「インドネシアオリジンズ」って書いてある通りこの両方ともインドネシアを代表する、えー、実りの、えー、果実ですね で、この2つを使ったチョコレートになってるんですね。で、開けてみるとどういう風に入ってるかというとこちらになります。こういう形で8つ入ってるんですが、こう上3段がですね。カシューナッツをチョコレートコーティングしたもの、そして下2つはですね。生カカオをチョコレートコーティングしたものなんですね。で、あの生カカオをチョコレートコーティングっていうのもちょっと聞き慣れないと思うんですけれども。 これ後でまたご紹介していきますが先にちょっと上の方をねご紹介していきたいと思うんですけれどもこれまずですね一、えー、つ目がですねこのカシューチョコこのカシューナッツが中に入ってるんですけれどもこのカシューナッツ世界最大級に大きいんですねインドネシアのカシューナッツってすごく大きくて風味も豊かですこれ食べてみるとですね しっかりした歯ごたえもあるんですけれどもそれと同時にこのカシューナッツの甘みとチョコレートの甘みが溶け合ってですねすごく風味豊かな美味しい、えー、カシューチョコになっています。でそれがこの上3段6個で楽しめるようになっているっていうのが一つ。そしてですね下2つはまた全然違っていて、えー、これ生カカオなんですね。でカカオって普通 まあ,ある意味ですねこれ発酵させて焙煎させるような形で普通生で食べるものじゃないんですよね砕いて、えー、皆さんチョコレートにするものなんですけれどももちろんですねカカオも実ですから、えー、その大きな実の中にこう小さな種みたいな形でカカオ入ってるんですその生カカオが食べれるんですこれ生カカオって普通食べれないんですよね でなんで食べれるかというと、えー、これインドネシアの農家さんから直接カカオを入れてるからなんです。だ現地で手で剥かれたカカオをそのまま生の状態で入れているというのが、えー、あって、それをチョコレートコーティングしたというものなので、あの本当食べてみるとわかるんですけれども、初めて味わう感覚です。これが生カカオなんだっていうね。 であのちょっとこう豊か少しですねやっぱり果実味みたいなものちょっとした酸味と甘みみたいなものがですねこの生カカオにはあってそれがチョコレートコーティングしていることによってこうね二、ねね、つこう入ってるんですけれども78%のチョコレートと50%のチョコレートで両方ですねちょっと 甘みがまたた違ってたりするのでコーティングがですね違ってたりするので2つ違う形でまた楽しめるように入ってるというのが一つ特徴ですそれで8粒のチョコレートが、えー、ここれれ構成されていいるということうなんですでもう一つですねご紹介をしておきたいのがこれあの上にねこういう形でカシューで下にカカオっていう形で載ってると思うんですけどこれはですねあのインドネシアの農家さんが農家の農場で育ててる高さなんですこれ実は。 アグロホレストリーといって上に貨州を育て下にカカオを育てるっていうこれは最近注目されてる農法で、えー、実際にですね日差しの量とかも変わってくるんですけど日差しの量が少なくていいものは下にそして多い方が上にということで同時に育てることによって農家さんの収入も安定するし。 えー、そしてですね実際に効率よく育てることができるっていうのもあるので、えー、最近エコな観点とかまた農,農業の農家さんがですねきちっと収入を得られるというですね観点からもすごく注目されている農法で作られているというのがあります。ななののであのすごくそういういいい視点からもも面、えー、面白白っているということなんですね。 であのまあこれですね「リトルマザーハウス」って名前の通り私マザーハウスの代表をやっているので、えー、この9ヶ月間、えー、まさにこう作ってきたものなんですけれどもダリケンさんというですねほんとインドネシアの農家さんから一緒にやって発酵まで一緒にやっている会社さんと組んで、えー、マザーハウスが一緒に作ってきたものなのでかなとにですねそんなねストーリーとかですねこの味の食べらななんかもしながら 皆さんにねこのチョコレートを味わって楽しんでいただけたらなというふうに思っていますで今日はねあのチョコレート、えー、前回の、ね、彩りチョコレートに引き続きご紹介をしましたけれどもやっぱりねなんかあのちょっと疲れた時にね一粒チョコレートを食べるっていうのはねビジネスライフまあビジネスライフを豊かにするというよりもビジネスエナジーになるという部分でねあのぜひねあの手元に置いて食べていただきたいなというふうに思いますこ、まあ、このチャンネルではこれからも えこういったビジネス財布を豊かにしてくれるようなそんなアイテムをね紹介していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録とそして高評価のボタンを押してくださいえー、あちなみにこのチョコレートはですねえ2月5日からえ全国のマザーハウスでえそして EC のショップでも販売してますんでねぜひ覗いてみてくださいねはいということで今日はねえこのチョコレートを紹介してきましたえー、ビジネス財布を豊かにするマザーハウスカレッジ代表の山崎大輔でしたまた次の動画でお会いしましょうまたね